んにちは。こんにちは。かんなです。あきらです。今日はレゴフレンズシーズン2の第16話を見ます。15話は動物と翻訳のどうのこうの。あとオリビアのお母さんがどこまでもカーターさんを追いかけて怖かったです。ゾボが。いじけてたゾボが可愛かった。あと遊園地すごいよね。映像化されるとあんな感じなんだね。あ、確かに。カーターがホテルを作ろうとか言ってたやつ。あ、そうそうそう。で、今回はホテルの建設が進んでいくのかな。うん。それでは16話見てみましょう。怖い海のモンスター。5人の少女たちの身に起こった本当の出来事である。え、怖いよ今の。なんかいつもとノリが違うって。ノリが違う。まあまあ、お話を続けるね。 ある日、海の動物作戦ハウスで。初めてよ、亀がこんなに海から逃げてきたの。マジで？リズの翻訳アプリで話してみては。やめとくわ。また大騒ぎになったら大変だしね。大丈夫、治ってます。何かありました？怖い。怖い？亀さん、お利口さんね。怖いって言ってる。ああ、町の端まで馬の診察だわ。今夜帰れないかも。ここは私たちが。本当に？なら上の部屋に泊まっていいけど。あなたたちだけで動物たちのお世話、本当に平気？はい、バッチリ。アンドレみんな慣れてるから。ミヤはね、ミヤも。ほんと、アンドレ何やってるんじゃい。ほら、ね、心配いらないって。頼んだわよ。海の動物のお世話やって。ミッション。ミッション。大丈夫かな。かわいい。でも気になるわね。何が怖いんだろう。カメさん、何があったの？私が思うに、サメに食べられそうになったとか。そうね。みんな怖がっちゃう。あ、うわ、雲が。ゾボの仕業っしょ。違うぞ。本当だ。違うぞ。嵐が来そうですね。海の作戦ハウスに泊まる支度、みんなで手分けして始めましょう。停電したのかな。ゲゲ、こんな殺風景な部屋に泊まんないといけないわけ。灯台の明かりを点検してきます。もう行ってらっしゃい。結構かわいいよ。うわ。どこが？ほこりのうさちゃん。うさちゃん。まあ待ってば、私には部屋をきれいにって。うるさいくせに。オリビア、なんかあるんじゃない？オリビアやるんじゃない？なんかわあ、ユーバーゴーみたい。超でかい。雷なってし。うわ、棚動かすの？なに？ここなんか変な。なに？海に住む謎のモンスターだって。やば。その名も海モン。海モン、何やっとんじゃい。カーター海中ホテルの建設は順調。やつがやってもいいのか。言っておきますが、海の中で工事を進めるというのはとても危険です。慎重に進めるべきかと。ペペロ、心配性だな。海の中の危険なんて
私の知ったことではない。うわ、はあ、満月の夜、海の底からうなり声がニャニャーニャニャーなっちゃって、ただ読むだけじゃ退屈かなって、それで工夫したの。楽しそうですね。何しているのですか？オリビア、これ見て、東大森の古い日記にカメさんたちが怖がってたものの正体が書かれてたの。いや、いるわけないって、海もんなんて。フラグ、ピザ落としてるよ。今のは何？なんか変な音ね。フラグだ。アプリによると海の底から発した音です。海も満月の夜にだけ姿を現すって書いてあるもの。満月だよ。うなり声を驚かせて。おい、落ち着けって。本当にいたらウケるけどさ。ちなみに海もんの体は毒ワカメで、目はギラギラしてるんだって。毒ワカメ、もしやあんな感じ。うおそんなわけないよ。うん、ないって。もう勝ったね。もう寝よ。ミオ、あなたも怖がってる？もちろん怖い。怖い。ホタルイカでしょ、あるいは電気クラゲなら、私が潜ってこの瓶に取ってくるわ。これって海もの呪いかも。やば。エマ、あとは頼みましたよ。助けて。あ、海もに食べられる。助けて。海もに夢だったみたい。はい、停電は治りました。そう、ありがとう。私は怖がってないし。ちなみに海もんはハートレイクシティを丸ごと飲み込もうとしますって。うわ、この揺れの正体は私のアプリでも分かりません。どうしたらいい？みんなで調べに行くしかないわ。でもカメさんたちのお世話しなくちゃ。あ、私もお世話しなくちゃ。ゾボだ。そう、絶対生きてない。ゾボ、ゾボの、海もんなんていません。大丈夫なの？ステファニー、やば。マジ大丈夫なのかな？ゾボ、ライトつけてきて。了解。ステファニーはちょっと…海もんは触覚を伸ばして。ごめん、ゾボ。ごめん、ゾボ。かわいい。そこに乗ってないの？海もん退治の方法とか。うわ、まだ秘密。秘密。うん、なし。東大の。すごい。海もんだ。怖くないあれ。ちょっと今日ホラー系じゃない？ミッションタイムです。ついに海もんが現れました。うん、海もんの正体は、カーターのお仕事建設の機械。ワカメの海をこうやって通り抜けてこうやって現れたら、なんかいっぱいついてたみたいな。カーターじゃないかも。あの超ウルトラ単純二人組かも。なんか光ってたよね。光ってただけ。海の中ライトでこう行ってたんじゃん。あ、でもあんなでかいのかな。なんか建設工事のやつじゃなくて、それしか考えない。工事の機械か、ウルトラ単純2人。ウルトラ単純2人。リッキーじゃなくてジョイ。リッキーだ。リッキー、ジョイ。リッキー、ジョイのどっちか。うん、が海に潜ってた。うん、やっぱこっちが変だな。本当です。あれは海もんでした。エマ、はっきり見たんだよ。それがね、日記に作り話ですって書いてあったの。
みんなも本当ごめんね。じゃあ、あれは何？ああ、計算によると、そろそろ眠った方が良さそうです。眠る？怖くて無理。それじゃ、そこと遊ぼとぼ。結局何だったの？どうしたのゾボ？コケコッコ。コケコッコ。わあ、美味しそう。朝ごはんができたんだ。あー、すぐ驚かせる。アンドレアはビビりすぎ。あ、昨夜街で電気トラブルがあったみたいです。つまり海もんではなかったということ。多分。私気になってならないわ。何味か？わ、なんちゃって。海もんの正体を探りましょう。みんなでやってみましょう。叶いは結局何だったの？うわぁ！あやっぱり。あれはジョイです。なんだ、人が入ってたのね。光る目はただのライト。イエー、当たった。イエーイ。あー、プリンちゃん、ゾボー、ジョイだったってことはさ、カーターとアルバ、また何か悪いこと企んでるかも。何をもたもたしてる。海の中の邪魔なワカメたちをとっとと捨てるんだ。ホテルが建てられないだろう。あ、急げ。ワカメ買ってたの？すまん、ワカメは味噌汁に入れる。味噌汁。ちょっと話がぶっ飛びすぎて、どん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 。あら、また。どうしたの？カーターたちのこと許せないよ。海の動物たちを危険な目に遭わせています。どうしたの、カメラ？うわー、空飛ぶ。わけわかみ。そぼわけわかみ。これわかめじゃなくて昆布です。海もんはいなかったけど、モンスターより怖い人間がいるのかも。人間？うわー、やばい、地球環境を破壊されて。ひどいね、ちょっと。昆布だったんだね。昆布だったんだね。海もんの正体が分かりました。ジョイ、うん、寝てたの？あれ寝てた。昆布かぶって寝てた。やばいよ。しかもジョイですとか言ってさ、そのまま放置してどっか行ったよ。寝たから浮いてきたのかな、プカーンって。波に打ち上げられて。プリンちゃん可愛かった。なんかあの犬ちょっとすごいよね。いろんなものどこにでもついてくる。海の建設が進み始めてね、海の中の生き物たちがこう住処を失って、カメさんがね、いっぱい逃げてきて、なんか大きな舞台っていうか、大きなテーマ、ホテル作りになりそう。前回もね、シーズン1の時もその環境破壊。あ、湖だ。ゴミの山がさ、そうそう、ゴミのクズが海に浮いててね、海の工事が進むのか。やだね、環境破壊。本当だ、石とかも崩れとったけど、どこにも地球に優しくない。何が優しくない？地球にも動物にも優しくないホテル建設だね。次どうやってフレンズが動くか楽しみですね。続きの17問も一緒に見ようね。バイバイ、また見てね。